皆さんこんにちは。今回はダンジョンボスからドロップする金属片のドロップ率を計算します。金属片ってなんちゃらほいっていう人はこのブグ錬成のやり方と必要性っていう記事にまあいろいろまとめたので、ブグ錬成インゴットとか金属片とか熱鋼とか全部まとめたので、これ見てもらえればと思います。でダンジョンボスの金属片っていうのはダンジョン周回でボスを倒した時にドロップするこの金属片ってやつを10個集めると1個作れるこのインゴットのやつですね。まあダンジョン周回にこの勇気のお香、これ毎月来るイベントで大強化イベント勇気っていうのがあるんですけど、これ勇気倒すと運気向上のお香小瓶っていうのがもらえて、これ使ってる間ドロップ率が2倍になるので、ダンジョンインゴットにお香使うべきみたいな、使うべきっていうかまあ俺は使ってますよみたいな感じのことをなんかちょっと言ったと思うんですけど、そのお香ってショップのこのアイテムガチャの探索っていうやつで、これ引くとたまにこれ手に入るやつで、運気向上の方向っていうのがあるんですよ。でこれお香と併用できるんですよ。まあなんかアイテムの効果ルールで、あの効果量が異なるなら全て同時に発動するっていうのがあって、まあ運気向上の方は 100% アップさせるやつで、まあ方向は 50%、120%、180% アップさせるやつなんで、まあ数値が全部異なるので全部同時に使えるという話で、でこのお香と方向の全種類同時使用でダンジョンボスの金属片がほぼ確定でドロップすると言われてるんですよ。もうほぼ 100% だと思っていいですそれは。でそこからちょっとダンジョンボスの金属片のドロップ率を計算しようと思います。でまあそのお香と方向を全使用した時の数値ですね、まあ元の何倍くらいドロップ率が上がってるのかみたいな、まあブーストでプラス 100% ギルドスキルのドロップ率増加のやつ、まあこれですね、 15% 上昇するってやつがあるんで、あとお香でプラス 100% の、方向1が 50% で方向2が 120% 方向3 180% でこれ加算方式で元々の数値が 100% でこれどんどんプラス何パープラス何パーって足していく方式なんですよ SAOIF って。だからまあ 565% 上昇すると、で元々が 100% なので 565% 上昇してこれ足すと 665% になります。つまり元の 6.65 倍になるんですよ。でこの 6.65 倍っていう数値が何だったかっていうと、お香方向全使用とブースト課金してる状態でドロップ率が 100% になった時ですね。なので 6.65 倍でドロップ率 100% ということで、100÷6.65 をしてみたら 15.04% くらいになったんですよ。つまりブースト課金もしてなくてギルドスキルもつけてなくて何もない状態だと約 15% でドロップしますよと。でブーストつけると2倍で 30% になります。ドロップ率がプラス 100% なので、何もつけてない状態の時にプラス 100% したら 200% で2倍なんですよ。でギルドスキルのドロップ率が 15% 上昇するやつも併用すると 32.25% くらいになりますと。でさらにお香を使うと 47.25% になります。まあだいたい 50% 近いので2回に1回くらいは出るのかなみたいな感じなので、まあこれでちょっと周回圏内かなみたいな感じがするんで、でみんなお香使って武装石の周回とかやって、まあ出ない出ないとか言ってる人いるんですけど、あれ本当に1000回2000回に1回出るか出ないかのやつで、でそれってまあだいたいその1000分の1に使っても500分の1とかにしかなんないと思うんで、まあ、2000回に1回だとしたら、まあ、1000分の1にしかなんない。お香のドロップ率2倍って数値が足されるとかじゃなくて2倍なんで、本当に低い数字のやつを2倍にしてもあんまり変わんないんですよ。そんだったらこのダンジョンインゴットの周回に使った方がレアドロップ演出とか結構何回か目にできるので、なんか楽しいんですよやってて、あ気持ちいいみたいな、やっぱりドロップしたレアドロップが綺麗みたいな感じになって、
で、しかもなんかそのコルインゴットとかめちゃくちゃ時間かかるわけですよ、熟練インゴットとか。でそれ考えるともうダンジョンインゴットの周回にお香を使うべきなんじゃないかなって、使うべきっていうか、まあ、俺はもうダンジョンインゴットの周回にしか使ってないよっていう話で、まあ、正直迷宮区で使ってもいいと思うんですよ。なんでかっていうとモッド解放のかけらが手に入るから、ドロップしやすいから。でしかもボスを倒せば瓶もドロップするし、まあ、ドロップすることがあるし、まあ、武装石ももしかしたら出るかもしんない。でやっぱりお香を使うのであれば、そのもし迷宮区で回るんだったら迷宮区奥地が一番ドロップ率がいいって言われてるんで、そのやっぱ2倍っていう数値って、その低い数値を2倍しても大して変わんないんで、そんだったらちょっと時間かかっても奥地の周回に使うといいんじゃないかって、まあ個人的には思ってます。まあこの数値って、まああくまで理論値です。まあ、大体2回に1回ぐらいドロップするかしないかみたいな感じで、まあ、出ない時は出ないんですけど、まあ、大体総じてですけど、まあ、お香1日3時間やって、まあ、コルインゴット周回したんですけど、大体1日で5凸ぐらいできて、まあ、ダンジョン金属片50個ぐらい出たんで3時間で、まあ、大体そんぐらいだって思っていいです。その、まあ、パーティーとか人が来る来ない時間とかもあったけど、まあ、平均して5凸できたので、大体まあ、周回1回に1分とか、まあ、早い時は40秒とかなんですけど、大体で1日5凸できたんで、まあ、そう考えると、まあ、周回早くできるんだったら、その斧の熟練インゴットとか、まあ、熟練インゴットで熟練が爆速するみたいな動画を前に出したので、それもしよかったら見てもらえればと思います。でその熟練インゴットって大体その10凸か15凸くらいまでやるのがまあ、最適というか、まあ、いっぱいできない人はそれくらいでいいんじゃないかみたいな言われてるんで、なんかその計算された方がいたんですよね。そう、最適凸数みたいな、まあ、どれくらい凸したら効率いいのかなみたいな。でまあ1日5凸って考えたら、まあ、3日でだいたいね1日3時間だとしたらですよ、まあ、そのお香がなんか毎回すげえいっぱい来るっていうわけでもないと思うので、まあ、前回のお香はプラス2って書いてあって、1日3時間できたんで、まあ、普通のやつは確か1時間半くらいでしたっけ、1日。まあ、だから、6日とか、まあ、お香期間がだいたい1週間とかだっけ、まあ、これは2週間だったのかな、2倍みたいな感じで。まあ、だいたい1週間とかなんで、まあ、お香期間に、ま、15凸くらいできるんじゃないかみたいな。熟練ロットまあ、大体その27層のダンジョンとかって結構周回が楽なんですよ。まあ、27層ダンジョンって右ルート左ルートって右から行くやつと左から行くやつってルートがあるんですけど、片方からでも行けるんですよ。片方を突き進んでってゲート突破のためのモブ狩りしてるだけで、片方のルートから進んでいけるんで、27層が結構早いんですよね。あ、そう、今回計算したやつ奥地のドロップ率なんで、まあ序道と奥地あんま変わらないっていう人もいるんですけど、まあできれば奥地でやった方がいいとは言われてるんで、まあちょっとそこは、まあ、細かくは検証してないんですけど。でまあこの27層ダンジョンってこの右から行くルートと左から行くルートあるんですけど、これ右からこれどんどん右のモブ倒してここ突破してこの右のモブ倒してっていうので行くと、これボスまで行けちゃうんですよ、一直線で。まあ、ルート分かれてるように見えて実は一直線で行けちゃうんで、まあ、この27層ダンジョンが周回早いっていうのと、まあ、あと25層のダンジョンインゴットですね、斧の熟練インゴット、まあ、それについては25層ダンジョンの周回がすごくいいっていう動画前作ったので、まあ、それ動画説明欄とかに貼っておくのでよかったら見てもらえればと思います。まあ、40層もね、まあ、ちょっと時間かかるけど、やっぱお香を使うとすごくいいので、まあ、弓のインゴットだったかな。まあ、とにかく、ブースト課金した状態でお香を使うと、まあ、大体2回に1回ぐらいドロップするかしないかっていうことでした。もうあくまで理論値です。目安でしかないので、まあ、参考にするくらいでお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。